アマチュアオーケストラを厳密に定義するのは困難で、あるし、歴史的にもプロオーケストラとアマチュアオーケストラの明確な垣根が常に存在したとは言えないが、雇用の関係をもってアマチュアオーケストラを説明する考え方が主流である。すなわち、学院が所属団体に雇用されていない形態のオーケストラ団体をアマチュアオーケストラであるとするもの。 プロオーケストラの多くが財団法人であり、楽団員が従業員であることと区別してのものである。ただし、現実に数多く存在するアマチュアオーケストラ、プロオーケストラのすべてがこの説明に当てはまるわけではない。アマオケ、アマチュアオケなどと省略して呼称されることもある。日本では日本アマチュアオーケストラ連盟に所属している団体も多いが、連盟とは 無関係に独自で活動を行っている団体もまた多い。以下、現在の日本にあるアマチュアオーケストラの典型例を示す。特定の学校や団体にあまり依存せず演奏家が自主的に集まっている団体を指すことが多い。ただし、自治体から金銭的、人的支援を受けている状況も多い。また、演奏会主体で集まった団体もあれば、支援する自治体が 主体的に運営している団体もある。団体名称の命名方法もバラバラである。アマチュア演奏家のみならず、プロ演奏家の団員も少なくない。多くの場合、すでに一定以上の技量で楽器が演奏できるものを団員として受け入れる。アマチュア演奏家のみならず、音題を卒業した職業演奏家や公務員、小中学校の音楽教員などの団員も、 少なくない。入団に際し、技量確認を求められることも珍しくない。また、学生オーケストラの経験を前提に入団者を求める場合も多い。全く楽器経験のないものを受け入れたり、それまでの経験と違った楽器を担当させる状況は非常に稀である。学生オーケストラと違って、団員が自動的に卒団することはあまりない。ほとんどの場合、 対談によって、弾を去る。対談の理由としては、転勤、私的な多忙、楽団三角一種の減少、技量低下などが多い。ただし一部の楽団では、弾として、各団員の技量判断を行い、その結果によって、対談を促されることもある。平素の活動としては、もっぱら合奏練習のみである。個人練習は、団体としての練習時間以外に各人が、 自主的に行う。練習場は公民館等の練習場所を定期的に利用することが多い。多くの場合、年数回の定期演奏会開催を団体の大きな行事として活動している。合奏練習は多くの場合、定期演奏会演目の練習になるが、演奏会を前提としない合奏練習もあり得る。演奏会の指揮者を団員が務める状況は少なく、 プロの音楽家に依頼する場合が多い。昨今の市民オーケストラの状況をめぐり、以下のような特徴がしばしば指摘される。昨今は多くのアマチュアオーケストラが存在し、団体ごとに活動コンセプトが大きく異なる。実例として以下のような特徴を持ったオーケストラが存在する。一般的には、大学内にある学生サークルのうち、オーケストラ、管弦楽団、 公共楽団、フィルハーモニーなどを名乗っている団体のことである。音楽系大学の場合、学生サークルではなく、大学が主体となって、学生オーケストラを組織する場合もある。以下の説明は、典型的な大学オーケストラの一つの例である。その大学の学生の有志によって構成される。新入団員は、大学に新しく入学した新1年生から集める。 新入団員の中には、高校時代に吹奏楽、またはオーケストラの経験がある者も,もいれば、幼少より弦楽器等の個人レッスンを受けている者も,もいるが、そのようなものだけでオーケストラが成立することはほとんどない。全く楽器経験のないものを受け入れたり、それまでの経験と違った楽器を担当させる状況も一般的である。学生が大学を卒業すると、 オーケストラからも自動的に卒弾扱いになる。ただし、留年、大学院進学等により、大学在籍年数が4年を超えた時点で、卒弾扱いとさせる段も少なくない。人数が足りない場合は、周辺た大学などと合同で活動することもある。平素の活動としては、合奏練習と個人練習がそれぞれ行われることになる。練習場は、学内で、 専用物質がある場合、時間極めで場所を借りている場合、学外の練習場所を借用する場合などがある。年数回の定期演奏会開催をサークルの大きな行事として活動している。合奏練習は定期演奏会演目の練習になる。ただし、演奏会を前提としない合奏練習が行われることもある。このほか、パートセクションごとの練習も行われる。 演奏会の指揮者を学生が務める状況は少なく、プロの音楽家に依頼する場合が多い。昨今の学生オーケストラの状況をめぐり、以下のような特徴がしばしば指摘される。現実には、以下のような大学オーケストラも存在する。以下に、歴史的に大きな役割を果たしたとされる大学オーケストラや、活動が活発な大学オーケストラを挙げる。基本的には、高校内にある。 クラブ活動の一つと考えたらよい。外して前期、大学オーケストラに似ているが、指揮者は高校の音楽教員が務めることが多い。また未経験者が多いため、OB のプロ演奏家などをトレーナーとして招くことも多い。民間や自治体などが主催する文化サークルの一つとして、小中高生を主体とするジュニアオーケストラも多数ある。吹奏楽とは違い。 オーケストラの世界は、アマチュアの認知度は、一般的には低いが、それでもいくつか名前の知られている団体がある。代表的な例を挙げる。一発、オーケストライン、京都公式サイトより、早稲田大学公共楽団公式サイトより、慶応義塾、ワグネルソサイエティーオーケストラ公式サイトより、楽団紹介。法政大学公共楽団。2018年4月8日閲覧。 ありがとうございます。